チャンシッター級フリゲートは、ミャンマー海軍のフリゲートの緩急なお、ジェーン海軍年間では、先行するアウンゼイヤの同系艦として扱われている。全体的な設計としては、アウンゼイヤと同様に、中国人民解放軍海軍の孔、守る合い型フリゲートを参考にしたとされる。本級では、アウンゼイヤと比べて、後部上部構造物を大型化し、 関西ヘリコプターのための格納庫を設置した。また、上部構造物の外壁に傾斜を付したほか、マストもラティス構造ではなく、搭乗構造に変更するなど、ステルス性への配慮が強化された。主機はディーゼルエンジンであり、全海軍年間では、アウンゼイヤと同様に、ゼントピルスティック 16PAASTC ディーゼルエンジン4機による、小立った方式として扱っている。 レーダーとしては、アウンゼイヤと同じロールマイナスレーニミズンに設置する、ほか、前章には、レドームに収容された362型レーダーを設置する艦砲としては、アウンゼイヤと同様に62口径 76mm 単素速射砲1機を備えている。CIWS として 30mm 口径の AK-630 を採用したのも、同様だが、アウンゼヤでは、 環境直前両限と後部上部構造物両限に軽四機を備えていたのに対し、本級では環境直前の設置数を一気に削減する一方、両限の環境をウイングに 20mm 級のガトリング砲を各一門搭載する。対艦兵器としては c 8 0に艦隊艦ミサイルの4連装、発射塔を環境と煙突の間に2機シフト配置する。一方、 対戦兵器としては、監首艦班の両限に対戦ロケット砲を一機ずつ設置しており、外艦からはロシア製のルブ -1200、またはその中国版と推測されている。また、電子専用として、環境前方両限に945型でコい発射機を各一機搭載する。一番艦のチャンシッターは2014年3月に収益し、 二番艦の新シ,シンは2015年12月に収益した。新シ,シンは2017年5月に行われたシンガポール国際艦艦式に参加した。チャンシュッター級は2隻ともヤンゴンのミャンマー造船省で建造された。ミャンマー海軍は計護席の配備を計画している。ありがとうございます。